YouTube の皆さん、どうも上白と申します。はい、というわけで今日なんですけど、つい先日リクエストいただいてましたパン食べ放題行ってきてほしいみたいな、そのパン屋さんがハートブレッドアンティークっていうお店なんで、食べていきたいと思います。行ってきます。はい、どうもー。てなわけで来ました。で、680円プラス税で1時間食べ放題で、プラス200円でドリンク飲み放題で、今の期間は自分で取るんじゃなくて、こんな感じでおかわりくださいって時にこの札をお見せすると、そうすると店員さんが持ってきてくれます。こんな感じでいただきます。グッドモーニング。いただきます。お芋が入ってるパン。なんかめちゃめちゃ芋がぎっしりしてて、パンに芋が入ってるんじゃなくて、お芋にパンが入ってるみたいな、そんな感じで。こちら、ピザトーストみたいなやつ。これ温めたら絶対美味しい。で、店内で温めることできるんで、熱々をさらに熱々に。美味しい。ソースがトマト。こちらです。黒いパン。朝から幸せやで。おいしい。めっちゃいたか。ダークなチョコがめちゃめちゃ黒くて美味しい。てなわけで今3つ食べ終わった瞬間に新しいのをいただきました。では大好きなクロワッサンいただきます。おいしい。ハク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 。めちゃくちゃ甘くてアリさん大喜び。次こちらです。ソーセージ。先っぽだけソーセージ。え、おお、チョリソーみたいな。今まさかのまたおかわり。こちらぶどうとオレンジ、あ、リンゴのパン。ほんとなくなるかなくならないかぐらいでおかわりが来てて、こういう食べ放題のお店ってさ、ね、結構さ回ってこないと、え、食べ放題終わっちゃうけど食べれなくねみたいななるじゃないですか。それがないからいいね。自分で取りに行かないからこのロスタイムもないし危険もない。パンの耳がカチカチで凶器みたい。いや、これ下手したら人刺せますね。次はチョコが詰まったパン。もうパンに塗るチョコクリームみたいなやつを丸めてパンに突っ込んだような。
私の大好きなガーリックトーストで、やばい、見てください、このピントが合いません。このジュワッと油が出ちゃう出ちゃう出ちゃう、最高です。またおかわり来ちゃって、食べておかわり、食べておかわり、飲み物を取る以外に席立たなくていいっていう食べ放題なんだけど、もうコースみたいな、こちらでキャラメルとくるみのパンらしいで、おぉ、スシラス、キャラメルあるまじき食べやすさ、くるみの食感とこのキャラメルの滑らかさみたいなのがもうね、完全にベストマーです。こんなに合っちゃうんだって感じです。お待たせしました、ぶどうのジャム。食パン食べてんのかジャム食べてんのかもう分かんない。おかえりなさいの黒パン。よいしょ。少しずついっぱい食べ、あ、少しずついろんな種類食べれるから楽しい。こちら皆様ショータイムです。ムニジュワムニジュワムニジュワ、あ、これはねチョコリングらしいです。このチョコリングが結構目玉商品というか、バーガーキングでいうワッパーみたいなポジションらしいんで、黒いな。もふもふ、カップがかわいい。先ほどのやつ、これブドウじゃなくてブルーベリーでした。さっき食べた時、え、これってブドウなのって思いました。こちらでございます。ちょっと潰しちゃったんですけど、アンパン、うん、このザラザラしたパンに絹ごし豆腐みたいな、ごちそうさまでした。てなわけで今ちょうど1時間ぐらい経ったんですけど、かなりおかわりした。多分なんですけど、自分で取るよりも長くペース維持して食べれたようなスタッフさんが調整してくれたので、感謝。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。